歌舞伎町最強の男は誰だって？お前さん、おのぼりさんかよ。やめとけ、この町は格が違う。ならず者の霊山派だ。別格の感じするのが良い。我が案はこうじゃ。これより四天王配下に属する者は歌舞伎町での一切の指導を禁ずる。残る三つの勢力をもってして一変説に至るまで叩き潰す。我らの敵は次郎長ではないかい。三人組んでオイラを消すってところになったか。人間の出る幕じゃ。乙瀬さんの旦那寺田辰五郎はうちの親父が殺したんだから。兄貴、何をしたか分かりますか？向こうの町に決まりを作りました。まず最初に崩れる一角は乙瀬。あいつら何の役にも立たない、ただの私の家族さ。そいつがてめえの答えか。あんたの大切なものは俺たちが必ず守れる。